にちは、みなみです。はい、今日は Vlog TikTok シャープ13。まずはルーレットじゃなくてダーツをやっていきたいと思います。じゃあ早速いきますね。全国ランダム。どこが出るかな？どこが出るかな？はい。鳥取県。鳥取？鳥取県に当たってます。鳥取。鳥取砂丘で、わかるでしょ、うん、鳥取砂丘、うん、鳥取です。鳥取県。それでは、みなみさん、私、鳥取県に行ってきます。鳥取へ行ってらっしゃい。行ってきます。それでは、スタート。そして今急いでます。時間はちょっと間違えたらギリギリなんです。1時間間違えました。はい、でもギリ間に合ったので今から鳥取に旅立ちます。さっきコナン空港に着きました。ということでコナンがたくさんいます。コナンだらけです。今からレンタカーを借りて鳥取砂丘砂漠に行きたいと思います。初めて。早速そこに向かいたいと思います。はい、チーズ。はい。すごいです。そして見てください、砂漠です。遠いな。遠いね。で、上にね、そこにレストランがあるので、先にご飯食べてから行きたいと思います。はい。レストランが展望レストラン。展望レストランだから多分綺麗なんじゃないかな。行きたいと思います。Go。 見てください、ここでご飯。ただいまの時間8時40分です、はい、結構早め。めっちゃ朝なのにレストランやってるって奇跡的な、うん、誰もいないけど、うん、来ました。ショーラーメンと水ラーメン、はい、朝からラーメンですけど、まあちょっとお腹空いたらいただきたいと。砂漠をバック、砂漠をバック。パパは鳥取和牛のカレーだとか。めちゃくちゃいい匂いしたね。うまい、うん、めちゃ美味しい。めちゃめちゃ寒いね、うん、やばい。レストランの中も白い気が出るぐらい寒い。よし、いただきます。ごちそうさまでした。マジ美味しかったけど、外が寒すぎて。車乗って砂漠へ向かいます。はい、砂漠向かいます。じゃあ行ってきまーす。はい、はい、今からラクダに乗ります。イエーイ。ラクダ屋さん。まだ時間が早くってラクダさんがいないので、ちょっとね、待ちということですね。はい。じゃあ砂丘見に行きましょうか。はい。あそこの階段登ればいいんだって。じゃあ行きましょう。いろいろある。すごい、なんだこれ。寒すぎる。私たちはよく服装を間違えます。はい、マジでアホ。気温見なかった。ようコンサプタ。
よく来たな。はい、到着。すげえ。オアシス。砂。砂。うお、砂漠だ。おお。すげえ、マジで砂漠だ。うわあ。じゃーん、最近。砂漠です。広。写真大会しようか。ですね。ラクダ乗って写真撮りたいね。ねえ、撮りたい。じゃあラクダ屋さん行きましょう。行きましょう。はい。レッツゴー。すごい、1,2,3,4,5,6,7匹。はい、嬉しいね。へい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 、何ですか、何ですか、何ですか。楽しいですね。はい、はい、今ラクダに乗ります。で、まだ来ないのでラクダが。どこから来るんでしょう。お、来ないな、ラクダ。ねえ、ラクダどこから来るんだろう。じゃ、ラクダ町。ラクダ町。来ましたー。すごい、大きいラクダさんです。かわいい、ラクダ。一人ずつ。一人ずつだね。おー、でかっ。え、かわいい。実物でかっ。クマさんみたい、顔が。すごい。かっこいい。思ってた以上に大きいんだけど。一回動物園で見たけど、しゃがんでたから、すごいね。もう、かわいい。横になっちゃった。尻尾が上下に。すごいよ。すごっ。うおー、すごい。ありがとうございます。リサちゃんに乗りました。モーリーちゃん。モーリーちゃん。4歳。え。帰れる。かわいい。こんな近くに。またね。これ上手く歩かないと靴の中すごいことになるの。そーっと歩かんと。結構やばそう。でも私まだ何も入ってない。でも汚したくないんで、ちょっと頑張ります。頑張りましょう。よし、近くまで来たぞ。あとは登るだけだ。登った景色がどうなのかね。
はい、吉田 TikTok と言います。 OK。 砂漠です。砂漠です。砂漠完了。足の上登って、足の上って足跡の上で、これ頑張れ、これ頑張れ、マジ無理、足跡に登ったことなくて、だから言ってんじゃん、足跡上って言ったじゃん。つきました。私たちは舐めてみてたみたい。舐めてた。すごい疲れた。やばいなこれ、うん、登ってきました、やばくない。鳥取砂丘です。これが砂丘です。登った甲斐ある。じゃあこの光景を目に焼き付きましょう。焼き付きます。はい、梨ソフト。そう、あった。ミニです。はい、いただきます。いい、いいよ。梨？梨だわ。梨の味する。甘い梨。甘い。うん、美味しい。美味しい。よし、いただきます。いただきます。いただきます。うん、なんか帽子かぶってたから、うん、アラミナペシャンコ。さっきからずっと写真を撮ろうとした。はい、じゃあ次は大幅に移動します。はい、行ってきます。反対方向に行きます。パパがね、すごい気になってるとこがあって、うん、そこへ直行してきたんですけど、なんと、あそこになんて書いてある。の金持ち神社。鴨神社っていうだって、金持ちって書いて読むよな、うん、ここ参拝すると宝くじ当たるらしい。宝くじ当たるの。じゃあこれこの後行く、行かなきゃ。日本一名前がまあいい神社だね。まあ確かに参拝しに行きましょう。餅出来やん。へー、あ、ここにお祭祀がいっぱいある。この大自然。しちゃうよ。よし、じゃあここは一礼しましょうか。入る前に。結構な階段だなこれ。結構な階段なやで。前みたいに。はい、マジでビビってる。頑張れ頑張れ。やばいやばいやばい。はい、着きました。じゃじゃーん。はい、じゃあ参拝してきます。
これで金持ちだ。これで金持ちだ。すごいよね、うん、こんなとこあるんだよ。うん、あれ買います、お守り。これにしよっか。こちら財布用。はい、お守り買ったのでおみくじやります。私ここ最近出したことないここで出たらもう完璧だな。こいつは、はい、パパはね、大吉しか引かないんですよ。どこ行っちゃって。はい、開けてください。これ来たよ、パパ来た。まだ開かないでいいです。待って、わかんない、ちょっと自信なくして。せーの、吉、超吉いいじゃないですか、上がるばっかじゃないですか。私はですね、何事も心を動かさず仕事を守りなさい、思いがけぬ幸せに恵まれることがありますが、何かと迷うことは人にたぶらかされて苦しむことになります。はい、これまでの幸運は先人の福によりまして、自分も人のため世のために尽くせば、さらに予想にさらによく予想に災いが起きても、自分のところは幸運です。ここまで行きます。はい、ここは大吉しか引かないんです。どうでしょう、これ大吉。うわ、やば、写して、ほら大吉。うわ、やば、待って、は？何？ほら大吉。何者だよ。ゆったりした。うん。ゆったりしてるって。ゆったりした。はい。幸の運。幸の運。幸せの運に向かいますが、油断はいけません。正しく生き、少しでも悪い楽しみに浸ることがあってはいけません。なんかダメだし。なるほど。かしこまりました。おお、マジの大吉なんだ。いつも大吉なんです。やばいな。やばい、盗んできました。盗みました。こちら、じゃあ下行きましょうか。下行きます。黄色いハンカチ気になりますね。はい、黄色いハンカチ買いました。2個か。イエーイ。さあ、それでは、はい、今日のホテルへ向かいます。向かいます。なんか富士山みたいなやつ見つけました。じゃんじゃん、ホテル分かって。あ、この人私です。あ、いなくなっちゃった。はい、ちょっと最初映ったんで見返してみてください。バイバイ。はい、今日は怪奇風雅という旅館に泊まります。かっこいい、かっこいい。はい、はい、早速ね、行きたいと思いましょう。思いましょう、はい。海です。海、すごい波の音。おぉ、すげー、近っ。お、綺麗、すげー近い、ほら綺麗な、綺麗、匂いがすごい。おぉ、はい、ただこれだけでした。はい、わかりましょう。着きました。今からちょっとね、簡単にお部屋紹介をしたいと思います。はい、まずここがお風呂と洗面所でございます。こんな感じ。こんな感じ。うちはお風呂。で、真横にトイレ。トイレ。じゃあこっち。はい。じゃじゃん。じゃーん。新鮮。ベッドが2つということで、どっかに布団を敷きますね。そして見てください、外。いやー、やばくない？なんか露天風呂というか温泉ですね。すごっ。パパがめっちゃ楽しみにしてる。 そしてね、まあ、向こうが今みたいな感じ。じゃーん、こんな感じ。広いね。広い。ピーカンナッツ。ナッツだ。こんな感じです。ここでご飯だっけ。そうで、朝もね、部屋ちょっと持ってきてくれ。なにこれ、なにそれ。え、うまっ。ピーナッツ。
イエーイ。はい。じゃあお部屋は、うん、お部屋以上です。はい、以上です。それではまた後ほど。ウェルカム。ウェルカム。ウェルカムドリンク飲み放題。イエーイ。行きます。こちらです。おー。はい、私たちは体にピース、カルピース。そしてパパは。おチョコに入ってる。飲み放題。ヘビー。もうパパはね、先に露天風呂入ってね。そう、めちゃくちゃ最高。いい。なんか久しぶりに飲んだ。はい、夕食でーす。イエーイ。やばくない？やばいです。はい、これが鳥取和牛。はい。おお、和牛。和牛。でね、これカニですね。カニの殻に何か入ってるやつ、うん、おしゃれ。こちらはうわ、カニ鍋。これがカニか。カニ鍋。それなんかカニの茶碗蒸し。茶碗蒸し、うまそう、うまそう、ね、じゃあいただきたいと思います。いただきます、はい、お肉じゃないもの、なんか食えるんですかね。これ何、大根？それでは、いますか。で、なんか季節の盛り合わせだって。カニ。カニだよ、うん。なんか久しぶりに食べた。美味しい。うん。でもひっくり返せないじゃん。入れて。おお。すごっ。結構分厚め。鳥取県どうでした？サバくん、ラクダに乗れた。鳥取和牛、いただきます。どう？鳥取和牛、やわらかっ。やわらかい。じゃあ、順に食レポ。はい、どうぞ。どうですか？こっちに向かって。やみー！なんだそれ？知らない。はい、じゃあ食べてきます。こちら、梨と梨ゼリーとアイスクリーム。いただきます。いただきます。うまっ。はい、ということで、はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。皆さん見えますしか、黒が私です。白が私。え、いい感じじゃない？いい勝負じゃない？まだどっちかはないし。そう、私はね、オスロマジで苦手かもしれない。昔私ね、ボロ負けだったんです。私勝てるこれ。いや、でもなんかちょっと逆転されそう。ここに私置きたいの。さっきから。おかぜないよー。さっきから置きたいの。え、これ微妙。これ。はい、じゃあ、私は行きます。せーの。せーの。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13。負けです。ありがとうございます。はい、ありがとうございました。皆さん、第2回戦私今度白だったら勝ったねえ。見て、これ見たらこれしかない。食べるね。やば、キュウリフィーバータイム来て負けました。1対1です。はい、ってことで、じゃあキリがよく終わりましょう。1対1で、はい、お互い気分よく。最後に負けた方が気分よくじゃあ、スキムからね、とりあえず片付けます。バイビー。はい、じゃーん。こちらの温泉露天風呂に入りたいと思います。はい、バイビー。皆さん、お風呂から上がってカッパエビせん食べてます。ねえねえ。
はい、おはようございます。おはようございます。朝ごはんです。お弁当です。お弁当、お弁当って言ってたよ。あ、そういう感じ。お弁当と、弁当、あとなんかご飯、じゃあいただきたいと思います。はい、いただきます。よく眠れました。うん、めっちゃ寝てきます。でも昨日夜カッパイツみたいな感じ。じゃーん、おう、さつまいも入って、うん、下もありますか。下は、うん、ご飯めっちゃうまそうなの。釜で炊いてます。これがしじみの味噌汁。いただきます。パパはもう朝から温泉に入って。え、入ったの。入ったよ。あたまるの茶だ。さて、じゃあご飯食べて支度しましょうか。はい、ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。はい、お腹いっぱいすぎてパパが今から支度します。はい、はい、ホテル出ました。はい、今お菓子の寿町に来て、はい、砂場コーヒーに来ました。砂場コーヒーって初なんだけど、うん、でなんかね、中にね、いろいろサンドイッチとかあるので、うん、ちょっと軽く食べたいと思います。はい、今お買い物したんですけど、まず砂場コーヒーでサンドイッチ、車で食べる。車で食べます。パパのコーヒー砂場コーヒーでコーヒークリームサンド、うん、なんかお菓子です。カネバっていうところでパンケーキみたいなの買いました。お家帰って、うん、食べたいと思います。食べたいと思います。じゃあ車戻ります。ここの近くの市場食堂とかに来ました。ここで、ね、昼食を食べて、昼食といっても私たちサンドイッチを食べてしまったので、唐揚げの単品を頼みました。私はイクラ丼です。パパはなんかイクラ丼ですね。いただきます。私タルタルソースです。
はい、今ご飯食べ終わって空港に向かっております。ごちそうさまでした。もうね、帰っちゃうんですけど、どうでしたか、その時。え、私はもう楽だ。確かにね、だって人生でさ、楽だ乗れることってあんまり、あんまりって決まったけど、待って、乗れる場所どこって。はい、そんな感じですね。そう、ラクダ乗れてよかったですか。はい、そうですね。はい、今ガソリン入れに来ました、レンタカー。はい、ちょっと恥ずかしい、お恥ずかしい。バイバイ。帰ってきまして、はい、次の日でございます。はい、はい、お土産紹介、お土産話をしていきたいと思います。イエーイ。はい、今回はね、鳥取県ということで砂漠に行きました。はい、砂漠、鳥取砂漠ね。そう、はい、鳥取砂丘ね。ね、なんかルイがラクダ乗りたいっての知らなくて。そうね、そう、なんか本当なんで乗りたいの。なんか言ってたよね、本当にたまたま。なんかワンピースとかではなかったらしい、ね、私たちはワンピースだと思ってたけど。そうそう、あ、そうなんだ、うん、じゃあまず、まあ、普通にお名義紹介ということで、まずですね、鴨地神社という、はい、金持ちって書くんだけど、うん、鴨地神社に来ました、これ。黄色いハンカチ。そう。じゃん。これが黄色いハンカチです。わーお。どういうなんかあれがあるの？これで包んだりするの。そう。いいんだ。いいらしいよ。へー。こんな感じ。これ鴨地神社ではこのハンカチと、はい、お守り、じゃじゃーん。で、ママがピンクで、ルイクがちょっと青っぽい紫っぽいやつです。うん、私たちはお財布に入れるお金。そう、金運のやつです。金運のやつ。お財布に入れるお金。お財布に入れる金運のやつです。お財布に入れる金運のやつです。ママたちも金運だった気がするんだけど。そうだっけ？金運か。金運かもしれない。イェーイ。はい。はい、はい、じゃあ次は、これは砂場コーヒーで買ったものですね。はい、じゃん。開けます。うん、コーヒークリームサンドです。そう、コーヒークリームサンド買いました。はい、これね、美味しそうだった。そうで、その砂場コーヒー、うん、なんだっけ、あのお菓子のなんとか城みたいなところでなんかいろいろ売ってたんですけど、こちらじゃん、鳥取のものとかではないと思うんですけど、そう、マジで美味しそうだったんで、カノーザ、カノーザ伊豆、じゃーん、じゃーん、見えるかな、パンケーキみたいな、チーズケーキみたいな感じです。 であとはこちらは梨のタレのお餅、じゃーん、こんな感じでね、なんかね、小分けになって入ってるんですよ。なんか梨が有名なのかな、梨ゼリーとかさ、 あったね。あ、そう、梨ソフトも食べた。あれなんだろうね、そう、特産物なんだろうね。うん、私梨大好きだから、こちらです。大人気、牛骨ラーメン、うまそう。これ有名なんですよね、鳥取県でも。今回食べれなかったね。そう、なので買いました。はい、じゃん、カニじゃがり、ソースついてんの、カニじゃがりこ、ソース入ってんの、なんかナゲットのソースみたい。どんな味なんだろうね、美味しそうじゃない、うん、これ良くない、ね、これ初めて見た、ソース初めて見た。はい、以上です。という感じです。以上ですか。そう、で、今回雨で、その知名度調査とはできなかったんですけど、修学旅行生のね、小学生が話しかけてくれました。うんうん、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、なんで、あいにくの雨でね、ちょっとね、残念ですね。残念なんですけど、まあ、会えてよかったです。はい。ということでね、はい、楽しかったですね、砂漠。楽しかったです。体験。はい。あ、ラクダ乗った感じどうでした？思ったより大きかったね。大きかった。前後左右にこう揺れる感じ。うん、ちょっと揺れたかなっていう感じ。でもさ、デコボコしてたじゃん。だからなんかさ、フィットした。そう、フィットした。コブが2個のラクダは寒いところは得意で、コブが1個2種類いるらしいんだけど、じゃあ夏、暑い系のところに住んでて、コブの2個の乗ったラクダさんは、中国の北の方に住んでたらしくて、寒さに慣れてるみたいな。はい、ということで今回は鳥取県に行ってきました。行きました。角度は90度に見える
坂、ベタ踏み坂もう行った。もう渡ったらね、島根県に行っちゃった。そう。はい、ということでね、次回もお楽しみにしていてください。はい、鳥取県ありがとうございました。せーの、参加してくれてありがとうございます。それでは、バイバーイ。ダイジェストをどうぞ。